どうも、整体サロン朝日の富士山です。本日の動画はエラハンクスフラノ BC の高谷秀虎選手のケアをした様子をまとめています。ぜひ最後まで動画をご覧ください。高谷選手は空手の大会で日本一になった経験もある選手です。高校時代はテニスで全道大会まで進出したとか、スポーツ万能な選手です。野球を始めたばかりと言っていましたが、体の感覚はとても良く、自分の体の傾向をしっかり理解している印象でした。もともと左利きで右利きに直したりと、スポーツによってどちらの手も使い分けられる器用さがありました。体に不調がある部位は肩と左の大腿部に不調があると言っていました。簡単な検査をして体を動かしながら体の変化を体感してもらいました。どんなことをしたのか一緒に見ていきましょう。それではレッツゴー。さあ行くぞ。はい、まずは8の字に歩いてもらっています。右回りの時は右足をしっかり軸にして顔と首もしっかりついてきて回れてますが、左足を軸にする途端に目線が飛んで左の太ももがすごい頑張っている感じが出てきますですね。左の太ももがすごい頑張ってる感じが出てきます。なのでいつもそこの足は使いやすいのかなっていう風に考えました。主に体が硬いというので少し前屈の動きと後屈の動きを見せてもらいました。前屈は背骨、腰骨が曲がってなくて板みたいな形で使っている様子が伺えます。トレーニングとしては右足の感覚があまりないと言ってたので、右足でしっかり床を押すっていうことを学んでもらいました。ブロックをしながら前屈して押しながら体を戻すということをやっています。地味なトレーニングですがめちゃくちゃきついですっていうのを、まあ、足を押す感覚をしっかりと掴んでもらいました。最後はテニスボールをかかとに入れて弾むという運動で体の軸を作る練習をしていきました。右がグラグラなのがすぐ分かると思います。左がしっかり安定しているのも分かると思います。頑張ったね。はい、お疲れ様でした。検査をして気になるところを動かしてもらいました。目が気になったので目の運動から始めて足の運動へと移行していきました。運動終了した後には最初にあった体の不調の訴えはしっかりなくなっていました。左足を軸にして動く感覚は持ち合わせていたので、そちらを生かしていくのか右足の感覚をさらに養うのかは自分の体と向き合いながら本人がしっくりくる形でどんどん身体操作が上手くなっていってほしいと思います。今回介入できたのはほんの一部です。まだまだ使えていないところもあるので、そこをまたうまくコントロールできるようになると思うとワクワクしますね。伸びしろだらけの体でした。足は体の基盤となるのでとても大切だなというふうに感じました。今まで持ち合わせていなかった体のピースをどんどんつなげる作業をしていってほしいなというふうに思います。感覚がわかると体が動けるようになってきますので、そのお手伝いを今後もしていきたいと思います。施術が終わった後も黙々と練習をしていて本当に野球が好きなんだなと感じました。空手の突きの練習もしていました。活躍を期待しています。この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画が面白かったと思った方はいいねや高評価の方もよろしくお願いします。ご感想は概要欄にお願いします。次回の動画はエラハンクスの佐野選手のケアの動画をお伝えしたいと思います。お楽しみにしていてください。また次回の動画でお会いしましょう。富士山でした。